ピンチがチャンス、ジェジェチャンネルです。北海道旭川心霊スポットカムイコタンの橋の上から突き落とされた女子高校生、殺人容疑で逮捕されました内田理子の事件です。この事件、僕はミステリー考察をしましたけれども、このミステリー考察に関しては憑依されたのではないかということですよね。これはあくまでもミステリー考察ですから、霊能者の裕次郎さんに、霊視をしていただいて、もう一度これはどうだと、そういった霊的なことが関係あるのかということはですね、もう一度霊視をしていただきますけれども、今回はですね、 JJ チャンネルですね、ハイブリッド考察ではなくてですね、僕自身が斜め45度から見てこの事件を真剣に考察をしてみたいと思います。今回ですね、これは少年たちが犯した事件なので、非常にですねデリケートな、動画にしておかないと、彼たちのですね、彼女たちのですね、将来に関わってくる事件なので、まあ、非常にですね言いにくいことがあるので、何回かに分けて動画を上げていこうと思いますね。で、まずですね、これ4人で犯行を犯してるんですね。この内田理子、これ主犯格です。そして19歳の女ですね。これ名前も分かってます。イニシャルは KU という女ですね。この2人が殺人容疑で逮捕されましたが、ね。16歳の少年少女も一緒にこの軽自動車に乗ってですね、橋まで連れて行ってるんですね。で、この2人はですね、もう処分が出ました。昨日処分が出ました。どんな処分が出たかというと、16歳の少女に関しては、保護観察処分ということになりました。一人の女性が、高校生がお亡くなりになっている事件。なんと、この事件に参加して、ね、車の中で監禁を手伝った少女は、ね、16歳ということで、保護観察という処分になりました。ほとんどこれはですね、罪を犯していないというのと同じですよね。で、もう一人の少年ですね、16歳の少年がどんな刑をね、いや、これもですね、もう保護処分ですね、少年院に送られました。JJ、なんで同じように16歳の少年少女、同じように車の中でですね、監禁しただけと、実際の殺害現場には行ってないらしいんですよ。この橋のところにこの二人は行ってない。車の中におったと。橋のところに行ったのは19歳の、いわゆる、KU という女と、この内田理子っていうのが二人で橋のところまで行ったので、この少年少女橋まで行ってないと。で、車の中におったと。なんでこの二人、一人が保護官で、一人の少年が、ね、これ少年やねんって言うとですね、実はですね、この、被害者ですよね。この被害者の高校生の女の子はですね、ルナちゃんですよね。ルナちゃんは、車の中でですね、わいせつな行為をさせられてるんですよ。で、撮影もさせられたというですね、話が出てます。ね。これをやったのは、ね、内田理子、レズ説がありましたけれども、内田理子がやったという話があったんですけど、どうやら違うみたいです。この内田理子が少年に命令をして、少年がいわゆる車の中でわいせつな行為をしたということで、監禁、わいせつ、まあ強姦に近い罪かな、まあ、少年ということでですね、これは少年院に送られたということで、保護観察と少年院送りという経緯で、この二人は確定したということですよね。まあこんな軽い罪でいいのかなと思うんですけれども、まあ問題はですね、この内田理子と19歳の女ですよね、この二人がどうなのかということなんですけれども、未だにですね、この内田理子は報道されているのは、いやいや、私は橋の上に、置き去りにしただけやと、心霊スポットに連れて行って置き去りにしただけやと、その後のことは知らんという供述で、犯行をですね、否認しているんですね。でもですね、僕はですね、今回はこれ考察ですから、前回とは全く違う考察をしますね。僕はですね、この事件が本当だったとするならば、この内田理子と19歳のね、この女がですね、橋の上から突き落としたとするならば、こんなことが言えるのではないでしょうか。ね。初めて、これはね、報道されているのは、初めて出会ったとされてるんですよ。この内田理子がですね、自分の画像、ね、を SNS に無断で投稿されたということに、ブチ切れをしてですね、呼び出して、そして犯行に及んだ、初めて出会ったその日、犯行だという報道なんですね。そして明け方の3時半頃、このカムイコタンの橋の上に連れて行って、そしてたった30分以内に、
突き落として現場を離れた。犯行30分で行われてるんですよ。ちょっとここで違和感を感じませんか？ね。出会ってすぐに、ね。出会ったその日に、たかが SNS で、ね、掲載されただけでですね、30分で橋の上に乗っけてですね、ポーンと突き落として殺害行為を犯すというのは、ちょっと考えにくいですよね。ここで考えられるのは、やはりこの起こった事象と、この動機ですよね。SNS に画像を載っけただけというね、ことで、わざわざ初対面でわざわざというか出会ったばかりの少女を橋まで連れて行って突き落として殺害するかという、これ釣り合わないですよね。僕は、これ考察ですよ。釣り合わない。しかも30分という時間、これを考えると、二つのことが考えられます。これが釣り合うにはどうしたらいいかというとですね、二つのことが僕は考えられると思うんですよ。一つはですね、初めて出会ったということではないと思います。これは過去につながりがあった。そしてもう一つですね。これあくまで考察ですよ。もう一つ過去からつながりがあって、この子が邪魔だった。ね、この子が邪魔だったということ、もう一つ動機があれば釣り合ってくるんですね。そして30分以内。ということを考えたときにですね、これはなかなかですね、初めて出会った人を橋の上に連れて行って、ポーンと30分以内に突き落とすということは、よっぽどじゃないとできない。つまり何が言いたいかというと、犯行に慣れていた、もしくは初犯ではないというふうに考えるのが妥当ではないでしょうか。ということで、このたった、これだけのことです。僕の考察はですね、初めて出会った人を30分で殺害するかと、しかも動機が SNS に画像を載っただけかと、こう考えると、彼女は過去にこのような犯罪を犯していたのではないか、慣れていたのではないか、この30分以内ということでですよね。しかも初めて出会った、ここに違和感があります。やはり過去に面識があったのではないかということをですね、僕は考えてしまうんですね。そしてですね、これは旭川というところではいろんな事件が起こってますけれども、有名なところで言うと、サーヤさんの事件があります。旭川投資いじめ事件。もう卑猥なね、ことをされて呼び出されて、で、この彼女はですね、北西中学校というですね、ところに住んでいたんですね。住んでいたというか、通っていたんですね、このサーヤさんはですね。で、サーヤさんはいろんないじめに遭いました。わいせつな画像を撮られてですね、本当にここだちょっと、言葉にしにくいような、ね、ありとあらゆるもう、女性として絶対嫌なことをさせられて、まあ、G丸したということなんですけれども、ね、これには闇があると。僕は、これ動画で上げてますね。薬も絡んでます。それで学校の闇があります。隠蔽の闇があります。そして、この、サーヤさんをいじめたとされるこの5人の主犯格ですね。彼らのご家族の中に上級国民がいます。ね、しかも警察関係です。こういうところで隠蔽、ね、されたところがあるのではないか。そしてまた少年犯罪ということで、誰も罰せられていません。今回のように保護観察がついたとかですね、少年送りになったという話はですね、ほぼ僕は聞いていません。いるかもわかりませんよ。でもほぼ僕は、聞いていないんですね。このようにですね、G マルで片付けられたんですけれども、背景がおかしすぎるこの旭川のサーヤさんの投資事件。これ未だに非常に闇がありますよね。過去動画僕上げてますから、それを見ていただいたらいいと思うんですけれども、なんとですね、これ調べていくとですね、この北西中学のサーヤさんをいじめていた主犯格の女で、女の子まだ17歳ですから、これフルネームで呼ぶのはやめときますね。中尾M ちゃんという子がいてます。17歳の。この M ちゃんですね、彼女も保護観察もつかなかったです。おそらく少年院にも行ってません。で、何をしてるかというとですね、しらっとですね、病院に勤めたり、その後ですね、キャバクラに勤めたり、そして今はですね、ちょっと目は隠しておきますね。こんなような形でですね、整形して顔も変えてるんですよ。今17歳です。飲食店で働いてます。働いてる場所も特定されてます。ね。彼女ですね、彼女、サーヤさんですね、年代はですね、17歳です。
ね。今、現在17歳ですね。そして、内田理子は21歳ですね。4つ違いですね。4つ年が離れてますね。ところが、内田理子はですね、年下をですね、射程として使うというですね、ことをやってますよね。16歳の少年少女、5つ下の子たちも現場に連れて行ってますよね。で、このようなことが調べていくとですね、見えてきたんですけれども、この北星中学にですね、内田理子の自宅、この自宅ですね。お父さんは、いわゆる時計屋さんで入れ墨を入れてます。で、お母さんは、いわゆるその看護師みたいなことをしたり、化粧品の販売をしててですね、結構口が達者。で、お兄さんもヤンキーらしいです。で、内田理子は、もう報道されてる通りで、彼氏はヤンキーで暴れ者で、結構いじめも激しくやっているようなところがあってですね、あんまり関わりたくないなと。で、この19歳の一緒に逮捕された女性もあんまり関わりたくない、やんちゃな子やったということなんですけれども、この自宅ですね、この自宅から北星中学校までは電車で30分、車なら15分で行ける、同じ旭川なんですよ。ということで、事件っていうのはですね、同じような、これ事件関係性があるのではないかというですね、捜査、警察の捜査から見てもですね、同じような地域で同じような事件が起こってるということなんですよ。ね。これどういうことかというと、サーヤさんの事件も SNS に卑猥な画像を載せられた。そして卑猥な行為を強要されたという事件ですよね。そして G 丸に近い状況。これは僕は G 丸ではないと思いますけれども、事件がそのような形で少年法というものに守られた形での解決になってます。今回の内田理子の事件もそうですよね。あの彼女自身、殺害された、少女自身も卑猥な画像を撮影されていた。そしてこの内田理子自身はですね、過去にですね、いじめで、いじめの対象になっている女性のわいせつな動画を携帯で撮影するというですね、このような犯行を過去にやっているという証言もたくさん出てきてるんですね。つまりですね、犯行の手口がこの、過去の旭川のサーヤさんの事件と、そしてこの今回の事件と非常に似ている。しかも、地域も近いということなんですね。しかも内田理奈と4つしか離れていない。で、中にはですね、調べていくとこんな情報があります。この内田理子がですね、要するに射程としてですね、この中尾 M ちゃんに、この中尾 M ちゃんっていうのは北星中学のサーヤさんですね、この被害者にの親玉に対して指示を出していたのではないかという書き込み、X の書き込みなどもあるんですよ。なので、まあ、これはあくまでも点と点をね、今お話してます。まだ繋げてるわけじゃないのでね、このような噂があるというね、ことなんですよ。で、僕はですね、この事件の違和感は、ちゃんと考察すると、さっき言った2点なんですよね。初めて出会った子が、殺害するかと写真載っけただけで、しかも30分という犯行時間か、ここに違和感を感じてるんですよ。この違和感を解決するためには、初対面でなかったのではなかろうか、なんか他に弱みを握られてることがあって、そしてやった事件ではないんだろうか。この弱みって一体何だろうかというとですね、この僕は今、言っちゃおうかな、この内田理子がですね、この中尾 M ちゃんとつながりがあって、このサーヤさんの事件に関係していることというものとつながりがあるということを、この被害女性は SNS を通じて何かこの事件に関係していたから弱みを握られていたのではないか。で、なぜこの被害者の女性がここで登場するかというとですね、被害者の女性も調べていくとですね、彼女自身もちょっと闇があるんですよ。で、被害女性のことをここで悪く言うのはやめておきますね。何が闇があるかというと、彼女の SNS、卑猥な、そういった画像のやり取りがあって、50万円ほどの入金のやり取りが、17歳の少女のね、いわゆる電子マネーの口座の取引があったというね、書き込みも見つけてしまったんですよ。ね、これはあんまり大きく報道されていません。ということで、やはりこの被害女性も、この旭川の事件、そしてこの内田理子、などと関係があって、内田理子は、この被害女性と、被害女性から弱みを、この、サーヤさんの事件のある弱みを握られていたのではないかな。ね。だから、一層のこと、今回、ね、このちょっと面識があった、うちの画像を勝手に使ったということ、ね、を、
一つの渇きにですね、この事件が起こったのではないかなっていうふうに考えてしまうんですよ。そうじゃないとですね、普通の高校生がね、まあ、こんな話ですよね。おい、これお前何勝手に人の画像を使ってんねん言ってですね、呼び出されてですね、面識もない人に一人で会いに行くかっていうとですね、なかなかその行動も難しい。いや、ええわと会いたくないわとなりますよね。それが会いに行ったということは、身バレも完全にしている。面識もあったから会いに行ったというふうに考えるのが、考えてもいいんじゃないかなと思うんですね。そしてこの内田理子自体はですね、前から面識のあった彼女を殺害目的で、あの監視カメラがないということを知っている場所に連れて行った。そして過去に彼女はこのような事件を起こしていて手慣れていたということで、30分という時間の中で突き落としたのではないか。つまりですね、この内田理子、何が言いたかったかというと、この中尾 M ちゃん、サーヤさんの事件の主犯格とされていること、つながりがあったのではないか。そして他に内田理子は、この30分という殺害の時間、ね、から考えてですね、他にも事件に、いわゆる経験があるのではないかな、殺人というね、というふうに僕は思ってしまったんですね。で、この19歳のこの女ですね、連れている女の方ももうすぐ名前とかその辺も公開されると思いますけれども、彼女も非常に悪です。で、彼女のお父さんも入れ墨が入っていますね。まあ、こういうような形でですね、僕は、これあくまでも考察ですよ。同じね、同じ旭川ね、そして同じような年代、しかも後輩を射程として連れて歩くやつが主犯格で今回逮捕されているということ、そしてこの犯行の手口が、みだらな行為を撮影して SNS で拡散するという非常に似通った犯行の手口であるということから、この事件ってひょっとしたら繋がってるんやないかな。繋がりのある中でこの被害女性も関係があった事件ではないかなっていうのが、僕の考察なんですね。で、この彼女たちですね、の周りを見ていくと、やはり山口組の影が出てきます。この旭川にある三次団体の山口組とのつながりですね、若手の集団ですね、こういったものとのつながりもありますから、イケイケプラス、本ちゃんの闇、薬の闇っていうのがあります。なので僕はですね、非常に気になっていることを一つ発表してほしいなっていうのはですね、このお亡くなりになったルナさんですよね。ルナさんの遺体を解剖して薬物などが出ていないかということなんですよ。もしも薬物が出ているとするならば、非常にこれはですね、サーヤさんの事件と関係があるのではないか。サーヤさんの事件にも薬物が関係しているんですね。このようにですね、場所ですね、非常に旭川という場所、近いという場所ね、このリコの自宅から北星中学が近かった、そして事件の犯行の手口背景が似ているということから、事件っていうのはですね、きなりです。このようにですね、似通ってくるんですね、事件っていうのはね。僕はですね、過去に挙げてますね、山梨県のですね、事件も挙げてますよね、行方不明の事件挙げてますよね。彼女の事件の犯人もですね、未だに僕は一人疑ってる人間がいます。やはりですね、南朝芽さん、の事件もありましたよね、千葉県松戸市のね。この事件で追っていた男と、僕は山梨県のですね、本当に美咲ちゃんの事件の犯人とですね、未だに疑ってる男が一人います。で、これもそろそろ今年ですね、またこれ9月のその時期になったら、この事件のことを取り上げて、今まで、取ってきた情報で、まだ皆さん方に流してない情報も含めてね、この事件も再考察したい、再捜査みたいなもんですよね、この事件に関してはね、していきたいと思いますけれども、同じ匂いがするんです。この旭川の事件、ただのいじめというよりも、ただの SNS の事件ではなくて、もう一つ大きな事件とつながっているのではないか。あくまでも考察ですよね。この内田理子がですね、中尾 M ちゃんとつながりがあったのではないか。調べれば調べるほどつながりが見えてきます。そういった中で自分の弱みを握られている、初めて出会ったのではなくて、前から認識のあったルナさんを端からやってしまったのではない。このような事件ではないかなと考察をしています。あくまでも考察です。で、ちょっと今日言いにくいことはたくさんあったので、ね、2話3話と分けてお話をしていきますけれども、これからの警察発表の中で、このご遺体から
薬物が発見されたか発見されていないかというですね、司法解剖の結果、増したいと思います。それか発表されないかもわかりませんね。で、この事件をですね、追っていくとですね、やはり旭川の事件が、旭川の投資いじめ事件が、なぜこのように未解決っぽい G 丸で終わったかというとですね、やっぱり先ほど言ったですね、闇なんですよ。上級国民、警察関係の上級国民が絡んでいる、ね、こういうところに、もう事件は解決してしまってるんですね。この旭川の投資事件は警察としては。ここに繋がりがある捜査っていうのは、やはりですね、しにくいというか、しないのではないかな。これも闇の、部分がですね、このように僕たちの考察で残ったまんま、闇に葬られていく事件ではないかなと思うんですけれども、許せない事件ですね。許せない事件だと思いますね。僕は前回も言ってますけれども、今回の16歳の少女が保護観察、そして少年が少年院送り、これではあかんと思うんですよ。やはりですね、新しい法律ですね、いじめなどによって起こった事件はね、少年法に守られることなくですね、いじめね、僕前回も言いましたけども、新しい法律を作ってほしいんですよ。いじめ障害致死罪というものを新しく設定してですね、少年少女であろうがね、直接手を下していなくてもですね、それが原因で、G丸が起こった場合ですね、これは障害致死罪ですよというですね、この新しい法律を作ったらどうかなっていうのは未だに意見が変わりませんということです。はい、今日はですね、ちょっと非常に少年少女の未来がかかっているので言いにくい、考察だったんですけれども、今のところ僕はですね、この旭川の投資事件と今回のリコのこの事件ですね、ひょっとしたら繋がってるんじゃないかというね、先ほど話したようなことです。はい。いかがでしたか？今日の動画は。今日の動画はちょっと真剣にね、笑いもなくです。まあ、笑いなんか入れたらダメですけどね。僕はもともと、ふざけてるんですよね。こんな殺人事件で笑いなんか入れようとしてる僕自体が、バカなんですね。変態なんですね。ですけど、皆さん方のご意見聞きたいです。今日の動画はどうでしたか？やっぱりあかん。そうですか。僕の動画は全然あかんですか。どうも失礼いたしましたということです。はい。チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、JJチャンネルでした。